こんにちは。今回はこちら浜中のケコアンダリア、こちらの緑系とグレー系とピンク系、こちら3色でバッグ編んでいこうと思います。でこちらが、カラーナンバー色番68は04100% 40g 80m 入っています。かぎ針が5号から7号ですね。こういうのを使っていきます。でこちらがカラーナンバーが148ですね。こういうの。で、こちらが、カラーナンバーが54番ですね。あれを中心部分から取っていくんですけど、まあ、どれからでもいいんですけど、まあ、途中途中でこのグレーを挟んでいったら可愛いかなと思って、まあ、これもね、だいぶ寝かせてたんですよね。なんかもったいないなとか思ったんですけど、なんか使わない方がもったいないなと思ったので、で中から取り出して進めていきます。緑から始めていこうと思います。で今回は正方形の底で進めていこうと思います。で6号で編んでいきます。輪を作って、で輪の中に針を入れて立ち上がりを1つ、で輪の中にゴマ編みを8個して進めていきます。これで輪の中に細編みを1、2、3、4、5、6、7、8。で、8個の、一番最後の引き抜くところでグレーを入れようと思うんですね。1段ずつ変えていこうと思います。まあ細いね、編み地で1段ずつ変えたら可愛くなるかなと思うので、これ中心部分を先に引き締めて、この一番最後の引き抜くところでグレーに変えようと思います。まあ、ちょっと針を持ってきて、これで、まあ、結構ね大きいものが作れるんじゃないかなと思うんですけど、3玉もあれば。これでね、足りなかったら違う色を入れていこうと思ってるんですけど、まあ、1玉ずつね試しに買ってみてるんですね。まあ、こういうね、なんか茶色とかはたくさん買ったことあるんですけど、このピンクとか初めてでどんな感じかなと思って、これで引き抜きをして変えました。で、表を見て引き抜くので輪を大きく出して、で、いつものようにすっきり見せていこうと思います。で、この切れてるのは置いといて、この緑の切れてるのを置いといて、こちらのつながってる緑、これをかけて巻き込んで編んでいきます。針を入れて輪をかけて、でここでこう引き出して引き抜いて、で立ち上がり一つのところで何がなんだかまあこういう風に立ち上げて巻き込んで立ち上がり一つで進めていきます。でまあそうですね、往復編みで編んでいこうかなと思いますね。で次のところ、ここから緑が巻き込めるなぁと思うので、緑を裏に当てて巻き込んで編んでいきます。で細編み1つ、で次のところにこう巻き込みながら同じところに細編みを3個、1、2、3で3個したら、このマーカーを真ん中のところに入れます。1,2,3 個した真ん中、ここにスーッと入れていきます。で次は今増やしたので、こうやって巻き込みながら細編み1つ、で次は同じところに3個っていう交互に編んでいきます。 1,2,3 で今増やしたので、この真ん中のところにマーカーをつきます。真ん中のところにマーカーをつけて、で次は1つですね。1つ、で今1つしたので次は増やすっていう感じで交互に入れていきます。糸も巻き込めるところまで巻き込んで編んでいきます。同じところに細編みを3個、2個目、3個目、3個したらこの真ん中のところにマーカーつけて、で今増やしたので次は1つ細編みをします。引
1つしたら次は増やし目、同じところに、ここは一番最後ですね。ここで同じところに細編みを3個。1、2、3。で、3個したら一番最後のここの真ん中、ここにマーカーをつけます。で、ここ一番最後なんですけど、次ピンクに変えたいんですよね。それで引き抜いたんですけど、ここで引き抜きのところでピンクに変えたいので、またこのピンクを出してきます。最初に全部出しとくといいですね。こんな感じでピンクを出してきて、で、こちらが裏を見て、で、こんな感じでピンクを出してきて、この糸がある方に当てて、で、全部押さえて、ちょっと長めに残して、で、ここで糸をかけて引き抜き、これでピンクに変えれました。で、次このピンクと、この緑とグレー。まあ、このね、あ、そうだ。このグレーも全部巻き込みますね。で、最初の緑のは巻き込んで編んできたので、これ以外は全部巻き込んで、最初の細編みの頭。ここに針を入れて、ここに針を入れて、で、引き抜きをして、で、立ち上がりを一つして、ここで止めます。で、次また引き抜きではない一番最後の細編みから、こういうふうに往復編みで始めるので、で、次はグレーの、この切れてるのを巻き込めるなぁと思うので、このグレーの、ややこしいんですけどね、別にここで巻き込まなくてもいいと思います。私はちょっとね、糸処理をここで終わらせたいなぁと思うので、細編み一つで始めます。で、次はマーカー入ってるところ全部増やし目っていうことでマーカーつけてきたので、ここに針を入れて、巻き込みながら、同じところに細編みを3個。1、2、で、3個したらこの真ん中のところにマーカーつけて、で、次のところ1つずつ、何も入ってないので1つずつ編んでいきます。細編み1つに対して1つ、糸があれば巻き込みながら編んでいきます。で、次マーカーが入っているので、マーカーが入っているところは同じところに細編みを3個、糸もまだあるので同じところに細編みを巻き込みながら3個編みます。3個編んだら、また真ん中のところにマーカーをつけて、で、次は何もないので細編みを1つ編んでいきます。マーカーのところが来たら同じところに3個編んでいきますね。で、マーカー外して、まあ、このね、1回1回つけてっていうのが面倒かもしれないですけど、一目でわかるので、こういう風に入れていくといいですね。2個目、3個編んだら、この真ん中、3個編んだ真ん中のところにマーカーで、また1つ編んでいきます。どこまで巻き込むんだっていうぐらい巻き込むんですけど、結構巻き込みますね。1つずつ編んで、で、また同じところに細編み3個ですね。ここに来たら同じところに細編みを3個、2個目、3個目で、3個したら真ん中のところにマーカーをつけて、で、ここまでですね。1つずつ編んでいきます。もう外そうかなと思いますね。巻き込んでた糸、ここで1つずつ編んで、で、一番最後のところで次またグレーに変えようと思います。こういう風に持ってきて、で、この状態で、まあ、全部その他を押さえておいて、ここで糸をかけて引き抜き、で、表を見て引き抜く時だけ輪を大きく出して、で、このあとは、まあ、このピンクを巻き込んでいきたいので、このピンクの上になので、この3本かけて、最初の細編みの頭裏から刺して輪をかけて引き抜き、で、立ち上がり一つのところでこの3本を巻き込んで止めておきます。こんな感じで、で、一番最後の細編みの頭、ここからこういうふうにまた始めていきます。で、切れてるピンク、ここで巻き込めるなと思うので、手前裏に糸を当てて、こういうふうに
巻き込んで編んでいきます。で、最初の細編みの頭をマーカーつけて入れてみですね。違う色にしようか。これにして、これで一番最初っていうことでマーカーつけていくと、一番最後こう回ってきた時に一目でわかるので、まあ、付け忘れていくんですね私。これでね、一つずつこの手前が裏なので裏に糸を巻き込みながら編んでいきます。で、またマーカーのとこが来たので、同じところに3個だなっていうことで、同じところに細編みを3個1、2、3で、3個したら必ずこの真ん中のところにマーカーして、まあ分かる場合はつけていかなくてもいいと思うんですけど、私もずっとつけていってるんですね。こうやって一つずつ編んでいきます。これでずっと同じように色を変えながら増やしていこうと思います。で、だんだん増やしましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。はい、こんな感じで増やしてきました。めっちゃ可愛くなりましたね。それで、まあ言ってたかな、緑とピンクの間にグレーをずっと挟んで、緑、グレー、ピンク、グレー、緑、グレー、ピンクっていう感じでずっと進んできました。で、何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22段編んできてます。めっちゃ大きくしてきましたね。まあ、細いんで、めちゃくちゃ時間かかったんですよ。で、まあ、このマーカーつけてるところで詰めて、今回も編んでいこうと思っていて、まあ、このままね、増し目なしでズドンと編んでももちろん可愛いと思うんですけど、まあ、詰めて編んでいきます。で、この真ん中にマーカーつけてるんですけど、やっぱりね、数が多いからどっかでね、間違えたんだと思うんですけど、まあ、ここのね、3点は合ってるんですよ。でも、ここのね、最初と最後のところがちょうど真ん中に来なくて、まあ、真ん中に来てるようで一目、なんか違うんですよね。これはね、このマーカーつけてるところは、この3個増やしたところの次のところから数えて21個目。で、こちらも3個同じところに入れた次のところから数えて21個目の、ちょうど真ん中に来てるんですよ。この3点は。でもね、ここが最後は21個目で、こちらから数えても最初が21個目っていう感じで、21個目が2つあって、こことここの間が真ん中になってるんですよね。だからこういうところもどうしようかなと思ったんですけど、でね、いつもだったらこの狭めて編んでいくのは、この角から、なんていうかな、コマ、始めて、で、ここで狭めていくっていう感じなんで、やりやすいと思うんですけど、この中心部分のところを狭めるのもね、ちょっと難しいかもしれないんで、まあ変えていくかもしれないですけど、途中で。まあできたら、これで狭めて編んでいこうと思います。とりあえずね、サイズを測って進めていきます。大体にはなるんですけど、正方形なんでね、両方同じですよね。大体ね、26.5cm ぐらいになってますね。何か参考にしてみてください。ちょっと。で、これで次は順番的にピンクなので、ここでピンクを持ってきて、で、しかもね、往復編みなので、同じ方向だとまだ詰めやすいんだと思うんですけど、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜き。で、立ち上がりを一つして、一番最後のところ。もうここで狭めないといけないんですよね。まあ、狭めないといけないので、まあ、ここだけはね、最初のところは、この二つを一つにしたいんですけど、さらにまだ詰めないといけないので、ここで一番最後のとこ取って、で、最初の、次のところを取って、3個を一度に引き抜いて詰めて、で、一番最後とここの頭を取ろうかなと思うんですよね、今のところ。まあ、これでちょっと進めていこうと思います。これで一つずつ、またここは細編みをしていって、で、角のところは今までと同じように、真ん中のところ、まあ、マーカーつけてないんですけど、まあ、結構ね私めんどくさがりでつけていってなかったから一目狂ったのかもしれないですけど、こうやってつけて、こう裏から見たらここで同じところに増し目、3個同じところに細編みしたらいいんだなっていう感じで進めていきますね。で、この緑のマーカーの手前のところまで編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前まで同じように編んできて、で、このマーカーのところが中心なので、その一つ手前、一
つ手前を細編みの途中を取って、でこのマーカーのところも針を取ろうと思います。ここも同じように取って、で次のところ取って、糸が4本かかってる状態で新たに糸をかけて引き抜き、これで3個を1つにします。でマーカーをつけて進めていきます。であとは同じように1つずつ細編み編んでいきます。それで、で角のところも同じところに3個して増やして、でまたここで3個1つ、ここも3個1つでぐるっと一周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと同じように編んできました。でここの、まあ、数えたらね、ここの増やしてる次のところから数えて、20個目がここで、21個目がこのマーカーのところになってですね。で今こちらからは進んできて、今20個目なので、この1に一番最後と最初をつけたらいいんだなって思うので、そこはちょっと編み方変えるんですけど、1個目2個目で最初の細編みの頭手前から向こうに針を刺そうと思います。3個目もこの色で引き抜いて、で3本一度に引き抜くときに、次グレーなのでグレーで引き抜いて、で狭めていこうと思います。引き抜き、これでね、またマーカーをつけてここで狭めるっていう感じなんですけど、また立ち上がりを一つして、でここからなのですぐ難しいですよね。ここでマーカーが入っているところ、そこから始めるんで、これで1回取って2回目取って2目1つでまた進めていこうと思います。でマーカーつけて、で次のところに細編みっていう感じで、また同じように編んでいって、ここでまた増やして狭めてっていう感じで、またぐるっと一周ここまで帰ってこようと思います。はい、またぐるっと一周同じように編んできました。そしたらまた1に1つ同じように取って、1つずつ同じように取って、で一番最初の細編みの頭手前から向こうに針を刺して、この糸も全部巻き込んで、で糸をこうやって持ってきて、この4本を一度に引き抜いて終わりにしようと思います。で立ち上がりを一つして、あ、そっか、引き抜きのところで色を変えますね。ここで次は順番的に緑だなーということで、緑を持ってきて、ここで4本一度に引き抜きます。で立ち上がりを一つして、一番最後のこの3個を一つにしたところ、ここからあと1、2取って3本一度に引き抜いて、また今と同じようにぐるぐる往復編みで編んでいこうと思います。これでまた何段編みましたっていう感じでお伝えしていきます。で、ここから側面編んだので、こうやって横にマーカーつけておこうと思います。これで全部編んでいって、結構形になってきましたね。これでもうちょっと編んでいこうと思います。はい。こんな感じで側面編んできてました。もういろいろな色がなってるんですけど、なんかね、最初からピンク、緑、これは1段ずつこう交互に、まあ、2段に1回編んできてるんであれなんですけど、グレーは全部入れていくので、まあ、グレーが先になくなりますよね。でなくなって、まあ、編めるところまで編みました。でそこからピンクと緑がその分あるので、ずっとある分まで編んできてました。でピンクがあと1段編めなかったので、まあ、これぐらい残して終わってます。まあ、この半分と、まあ、3分の1、3分の2ぐらい編めたかなっていうところなんですけど、あとねグレーとあの緑は本当に編み切りっていう感じで、まあ、全部編み切りな感じで仕上げていこうと思うんですよね。で、まあ、全部1色ずつ買ってて、でこれもね同じ編み方で2段で着ているところなんですけど、こちらはカラーナンバー151ですね。こういうのを使ってました。でもね可愛いので買ってたんですけど、どこかで使えたらなと思って、
で、最後までこの色でいけたらこの色で持ち手まで編んでいこうと思ってたんですけど、緑とピンクはなかったのでこの色入れました。で、ここでまずっと編み方は同じで編んできてましたね。色を変えただけ で一番最後は1、2拾って、最初は2目1つで始まっているので2目1つの頭、ここに針を入れて、で4本を一度に引き抜きます。これで同じように編んできてましたね。ですごくいい感じだったので、で深さ的にもこの横幅に対していい感じだったので、これで、まあ、今2段で次持ち手を編んでいこうと思っています。まあ、結構ね良かったですね。あまり今ね浅すぎたら、まあ、糸を買い足そうかなと思ったんですけど、同じようにここで今4本一度に引き抜いたので、立ち上がり1つして、また裏から針を刺して一番最後の4本を1つにしたところ、ここから取ってまた1、2、2つを1つにして始めていきます。でここでマーカーをつけて進めていってもいいですね。まあ、私も全然マーカー入れ忘れていくんですけど、これで入れていって、あとは1つ編んで、ここで山のてっぺんのところでまたお伝えしていこうと思います。同じように細編み編んでいきます。はい、こんな感じで山のところまで編んできて、これは前段の細編みを同じところに3個入れたところです。で 1,2,3 個の一番端のところ、ここは1つ取って、でこのてっぺんのところ、真ん中のところですね、ここに細編みを1つして、ここから鎖編みで持ち手の長さを決めていこうと思います。 1,2,3 っていう感じで好みの長さ、鎖編みを編んで持ち手の長さを決めていきます。はい、今回は鎖編みを60目で決めていこうと思います。こういう風にだいたいこうやって持って、で横幅もこうピシッと広げて、こういう風に見てみていい感じかなっていう、自分のところで自分の好みによって変えていただくといいかなと思います。今回60目で鎖編みをして、でまたここの3個の真ん中、ここに細編みでつなぎます。細編み1つで始まったので、ここだ。で細編みでつなげて、あとはずっとまた1つずつ編んで、でこの谷のところは同じように、今までと同じように3個を1つにして、でまた持ち手のところ、この真ん中のところ、あの細編みを1つして、鎖編み60で、また細編みでこの真ん中につなげて、このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周同じように編んできて、持ち手がつけてこれました。めっちゃかっこよくなりそうですね。で一番最後のこのまた2つ目の一番最後を2目1つにした目ですね。それで針を入れて引き出して、次も針を入れて引き出して、で最初の細編みの頭、2目1つにしたところ、ここに針を入れて4本を一度に引き抜いて、でまたここからもう深編みで編んでいきたいので、立ち上がりを1つして4本一度にした目をまた裏から刺して、で2目1つで始めていきます。それで針を入れて引き出して、次の目も針を入れて引き出して、3本一度に引き抜いて、でここは1つ目ということでマーカーをつけてまた進めていきます。細編みを1つ編んでいって、この持ち手のケアまで同じように細編みを編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手のケアまで同じように編んできて、で細編み入れて一番最後のところも同じように細編みを編みます。で鎖編みの裏を手前に置けて、向こう側を押して、ここで引き出して細編み、これで自然に細編みが入っていくと思うので、これでまた鎖編みのところは裏山を手前に置けて、で向こう下に2本かかっているところ、ここで引き出して細編み、鎖編みのところはこういう風に取っていって、まあ、60枚なのですごいんですけど、でまたここ細編みを取って、この沈んでるところは今までと同じように3個を1つにしていきます。でぐるっと一周またあのマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで1段細編み編んできました。でもう1段編んでいこうと思うので、ここでまた一番最後のところ1
回取って2回目取って3回目は細編みの頭、ここを取ってで引き出して4本を一度に引き抜きます。引き抜いてで立ち上がりを1つしたらこの4本1つにしたところに針を入れて、ここで引き出して次の目に針を入れて引き出して3本一度に引き抜いてまた2目1つで始めていきます。で最初のところにマーカーをつけてでずっと細編み、ここはもう細編みができているのでこの上に細編みをずっとしてぐるっと一周マーカーの手前まで細編みをもう一段編んでいきます。はい、こんな感じでもう一段細編みを編んできて、でまた一番最後は2目こう拾ってで最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き出して4本一度に引き抜きます。でこれでこの流れでずっと最後一周表を見て引き抜き編みを編んでいこうと思います。でここで、まあ、ここはもう目入ってるので次の目に針を入れて引き抜きで、これを1つ目っていうことでマーカーをつけてで1つに対して1つ引き抜き、1つに対して1つ引き抜き、ずっと一周同じように編んで、この沈んでいるところも今までは詰めてきたんですけど一つずつ引き抜き編みをしてくれって一周マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきて、で一番最後のところも針を入れて引き抜き、それで糸をカットしてでスッと抜いてでこれで糸始末していきます。最初の引き抜きのところを下から上に取ってで針に糸を通してでここでマーカー取っといてもいいですよね。でここで周りと同じぐらいの目を残して糸始末していきます。中側は裏なので裏にこう糸を持っていってで返し返しいつもと同じように糸始末していきます。完全に何回か返し返して糸始末してでこの中側に糸を持っていきますね。糸端が中になるようにで、あとはこの色別でピンクはピンクのところに持っていって緑は緑のところで糸始末します。で私はこの中も編んでいきたいなと思うのでこの出来上がりちょっと上がったところからまた針を入れて、まあ、一周細編みをしてから引き抜き編みを入れていこうと思います。こうやってエラーに糸を当ててで糸をかけて引き出し立ち上がりを一つして同じところから、まあ、糸を巻き込んで編んでいこうと思います。ここは一つ目ということで一つ目の細編みの頭にマーカーをつけてマーカーをつけてで次のところに針を入れてでこの糸を裏に巻き込みながら糸始末しながらこうやって編んでいきます。一つに対して一つずつ編んでいってここでちょっと詰めようと思うんですよね。針を入れて細編みこんな感じなんできたら一番最後のこの裏山のところ糸を巻き込んでこうやって取るとここの根元のところ引き抜きのところ時は入れていくんですけどこの次のところに針を入れてをかけてきて3本一度に新たに糸をかけて引き抜き、これちょっと詰まると思うんですよね。であとは一つずつ細編みを編んでいきます。でこれは沈んでるところは今までと同じように3個を1つにしてこちら側は今と同じように取ってぐるっと一周細編みを最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周この中側も細編み編んできました。で一番最後の目も針を入れて細編みで細編みしたらこの外側と同じように引き抜き編みを一周して仕上げていこうと思います。最初の細編みの頭に手前から向こうに針を刺して引き抜き、これが一つ目ということでまたマーカーを付け替えて付け直してこれで一つずつ引き抜き編みをしていきます。でここは詰めたんですけど一つずつ引き抜きしてぐるっと一周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたら
この一番最後のところ、ここはせずに糸をカットして、さっきと同じように糸始末します。最初の引き抜き目を下から上に取って、で、針に糸を通して、で、さっきと同じように目を作るようにして糸始末していきます。これで引き抜いて、で、周りと同じぐらいの目が残るように残して、で、裏に糸が来たので、裏にこう糸始末していきます。ここもちょっと巻き込み切れてないので、ちょっと糸始末して、糸をカットして仕上げていきます。で、反対側もこの出来上がりを見て、ちょっと上がったところから細編みを一周して、引き抜きを一周して仕上げていきます。で、糸始末も全部して仕上げていきます。こんな感じで仕上げてきました。もう反対側も同じようにして仕上げてきましたね。これでちょっとサイズ測っていきます。まあ、ペタンとした状態で測ろうと思います。この中心部分ちょっと反ってるんですけど、この反ってる通り、こう測っていきます。大体なんですけど、こうして、こうですよね。大体28センチぐらい。で、ここも一応測っておこうと思います。まあ、どこからかっていう感じなんですけど、まあ、この辺から。まあ、イメージ的にこれぐらいっていう感じで。これでまた反ってるんですけど、28センチぐらいですね。同じぐらいですね。で、横幅、ペタンとした状態で測ります。ペタンとした状態で33センチぐらい。で、持ち手、この中を測っていきます。肩からかけれるぐらいの大きさになってましたね。これで、ペン測ると、だいたい35センチぐらい。で、持ち手の幅が、2.5センチぐらいになってます。何か参考にしてみてください。まあ、4色、一玉ずつ使いましたね。まあ、色の入れ方も、いろいろ同じ色を使われても、こういう感じで全然ね、変わってくるんで、こういうところも何か参考にしてみてください。すごく編みやすいので、おすすめですね。軽くて、結構大きめになりました。こんな感じになってます、そこは。こんな感じで可愛く作れるので、ぜひいろんな色で編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。